はい、どうもこんにちは、マキオです。今日も映像制作のお話やっていきたいと思います。で、今日なんですけど、ちょっとなんか皆さんと話したいなと思ったことがあって、フリーランスの営業先、もっと言うとどういうところから仕事もらってるんですかっていうお話をしたいと思います。フリーランスってやってない人からしたらめちゃくちゃ謎じゃないですか。どうやって仕事もらってるんですかみたいな。僕はいろんな人がやっぱ聞かれるんですよ。どうやって仕事もらってるんですか、どこから仕事もらってるんですかみたいな。なんかこう想像できない部分ってありません？で、僕もないんですよ。僕もなんで今食えてるのか正直よくわかんないみたいなところあるんですけど、で、他の同業者がどういうところから仕事もらってるのかっていうのもいまいちやっぱ見えない部分って多くて、あんま語らないじゃないですか。多くは語らないと思うんですよね。で、それって別に隠してるとかじゃなくて語りづらいんですよね。なんか人によるし状況にもよるので、すごくなんか話としてしづらくて、ああまあでもなんかまあこんな感じですねみたいな感じになりがちなんですけど、なんかそれだとね、やっぱどう営業したらいいのかわからないっていう方とかも多いと思うので、僕自身やっぱそうだったし、最初すごい戸惑ったので、でいろんな方に助けてもらって今があるので、なんかなるべくその自分の営業先というか仕事先、クライアントっていうのをまとめて分かりやすくご紹介したいなっていうふうに思ってます、今日の動画では。まあもちろんね、具体的なクライアント名とかはさすがに出せないんですけど、まあ、大きく3つのパターンに分けて、こういう感じで営業してお仕事いただいて、こういうふうにお仕事を進めてますみたいな。で、それぞれこういうところはいいよね、こういうところちょっと大変なんだよねっていうお話をできたらいいかなというふうに思っております。結構ね、貴重な門外不出の動画になると思うので、ぜひ最後まで楽しんでいただけたらと思います。それでは今日も動画本編に参りましょう。スタート。マキオチャンネル。はい、ということでお話をしていきたいと思います。お話した通り、さっき言った通りね、3つに分けてます。3パターン用意しました。で、まあ、パターン1ですね、1つ目なんですけど、まあ、これは比較的イメージしやすいのかなと思います。制作会社ですね、映像制作会社、もしくは代理店、いわゆる広告代理店と呼ばれるようなところからお仕事をいただくっていうパターンで、制作会社って制作会社だから中に撮影できる人、編集できる人いるんじゃないですかって思うと思うんですけど、結構最近の特にウェブ動画をメインでやってるような制作会社だと中にクリエイターいないですってパターンって非常に多いんですよ。で、実際に入ってるカメラマンはフリーランスの人ですとか、編集してるのはフリーランスの人ですみたいなパターンっていうのは、まあめちゃくちゃ多いというか、割とそっちの方が多いと思います。まあ、制作会社としてもクリエイター内製で抱えるとそれだけやっぱ費用かかるし、案件がない時もある時も同じだけ人件費かかっていくけど、クリエイター外注だったら案件多い時はいっぱい外注して、ない時は外注止めてってすれば済むので、まあ、制作会社としてその方が何て言うんでしょう、会計回しやすいってところがあって、クリエイターは外注してますみたいなパターンがあります。で、このパターンだとおおむね、まあ、制作会社が企画を練っていて、こういう動画を作る、でコンテとかも作ってクライアントと話をしていて、でこういうのを作りたいですっていうのを話をもらって、ああじゃあ分かりましたっていうところ、じゃあ撮影だったらこの機材でこういう感じがいいですねみたいな、当日じゃあこういうカット割りで撮っていきましょうかみたいな話をして、で撮影をして、でもし編集も一緒にあるんだったら編集もコンテ通りに編集をしていくみたいなのが大まかな流れになります。でじゃあ修正が発生したみたいな時も、その制作会社経由して修正の依頼が来て、で修正したものを制作会社に投げて、でそれをまたクライアントに確認してみたいなやり取りが発生するっていうような、ざっくりそんな感じになります。でこれがまあ代理店からになると、もうちょっとこう自分が入るレベルが上流になるかなと思いますね。要は代理店は制作会社ではないので企画はしていて、でその企画、こういうこうまあ何でしょう、動画のアイディアがあって、それを作る上での制作進めてくださいみたいな話になるので、まあ、コンテ書いたりとかそういう部分からもやるとかっていう場合もあるかなと思います。代理店の方がより上流で、制作会社の方がまあ中流でっていう感じなので、制作会社からの外注であればこう上流工程に関わることはほとんどなくて、代理店からの受注であれば、まあ、比較的上流も携わることもある、まあ、そんなざっくりイメージかなというふうに思います。これのまあいい点って、その企業のお得意様になるとすごくやっぱり太いです。太いっていうのはまあ売上として結構なんて言うんでしょう、安定財源になるというか、ということは多いです。めちゃくちゃ理不尽な案件とかってあんまないんですよ。例えばべらぼうに制作費が安いとかってことってあんまりない。ある程度ちゃんとやっぱ乗っけて、制作会社としてももちろん利益を出さなきゃいけないので、
ある程度こう予算を持って制作を仕事を取ってきてるっていうパターンが多いので、なんか極端にねそれはちょっと人権ないんじゃないですかみたいな金額になることとかってないですし、その辺はやっぱりありがたいです。でしかも制作会社としても結構まあ外注クリエイターを選ぶって慎重になるんですよ。結局そこのアウトプットの質が低かったら制作会社としていい仕事してないになっちゃうので、こう信頼できるクリエイターを探さなきゃいけないっていう状況になる。そうなると、まあ、最初入っていくのは難しいんですけど、一回仕事もらってこいつ信頼できるなってなると結構ねやっぱ継続していただけることっていうのが増えていくんですよね。まあ、そうなるとかなりこちらとしてもありがたいというかっていう感じになっていくので、その意味で制作会社とつながっているといいんじゃないかなと思います。まあ、ただまあ難しい点っていうと、まあ、今の表裏一体にもなるんですけど、やっぱね一番最初1回目の仕事もらうっていうのが結構難しいです。僕の場合も、まあ、話をして結局仕事をもらえなかったっておかしいですね。仕事つながってないみたいなこともあれば、1年経ってようやく、あそういや鳥越さんちょっと仕事お願いしたくてみたいな話が来ることもあったりとか、あと、まあ、1回仕事してやっぱ期待に応えられなくてそれ以来来なくなったみたいなことも実際ありますし、結構シビアにはやっぱり見られますね。まあ、その分だから太くつながれるとでかいっていうような感じかなと思います。でもう一つこの制作会社とか代理店からの仕事で起きる、まあ、クリエイターとして一つちょっと辛いことでいくと、自分がこうノーネームな存在になっちゃうんですよ。要はクレジットに名前載らないとか、自分の制作物として世に出せないみたいな風になるんですよね。わかりますかね。要は制作会社の制作物なので、自分の制作物ではないし、著作権も自分にはないし、自分が作りましたってこう世に一般的に言うことができない。あくまで作った制作を担当したのは制作会社っていう、そういう分け方になるので、自分のこう実績ですみたいな出し方ができないんですよ。制作に携わる時もこう自分がクライアントの悩みを聞いて、ああじゃあそれを解決するんだったらこういうアイデアがいいんじゃないですかねみたいなやり取りもない。基本的には言われた通りに撮って言われた通りに編集するに近い。もちろんその中でもっとこうしましょうみたいなやり取りはあるんですけど、やっぱその根本のクライアントの課題解決みたいな部分ではないっていうところが、まあクリエイター冥利みたいなところでいくとちょっと悩ましいなっていうところは、まあなきにしもあらず、うん、かなと思います。なのでこう作家性の強い人とか、いや俺はもうこういう作品作りたいんだぜっていう人は、結構まあ制作会社の仕事ばっかりしていると病む人も、うん、いたりしますね。でまあ、こういう制作会社とか代理店の営業方法なんですけど、めちゃくちゃシンプルで、ウェブで映像制作会社クリエイター募集とか入れてもらって検索して、で出てきた一番上からメール送ってくるんですよもうそれだけで、まあ、メールはちょっとハードル高いという人だったら、結構クリエイター募集してますみたいなクリエイター募集フォームとかもあったりするので、そこに自分の名前連絡先と実績、こういうこと作れます、こういうことやってきましたっていうのを入れて送ってあげて、で、まあ、向こうも食いついてくれるとこう面談につながってみたいな感じになっていくっていうような流れ、まあ、もうまあまあこれが王道かなというふうに思います。一部ね紹介とかもあったりしますが、基本的にはそうやって自分で見つけていくっていうような形が、まあ、一番まあいわゆる泥臭い営業方法かなとは思いますね。これが一つ目、映像制作会社もしくは代理店、要は映像関係の業者から仕事もらうっていうパターンですね。チャンネル登録よろしくお願いします。でパターン2つ目、これ実は個人的に結構一押しの方法なんですけど、クライアントに映像の需要を持っている別の業種の会社です。お難しいなと思いますよね。思いますよね。要は映像制作会社はクライアントがそもそも映像を作りたいっていうクライアントがいる。でその映像を作るために映像制作会社がある、もしくは代理店がいるじゃないですか。ではなくって、その映像を作るためにクライアントから仕事を受注しているわけではないけど、そのクライアントさんって結構映像を作りたいという場面あるよねっていう会社、まあ、まだ分かんないですよね。まだ難しいですよね。例を挙げると、例えば僕が一番多いパターンは採用関係の会社です。クライアントの採用を支援している会社、例えばある建築の会社があったとして、で大工さん募集したいじゃないですか。で大工さんを募集する、でも自社の人事の仕事だけではやっぱり当然難しいので、お手伝いしてくださいって依頼する、その依頼を受ける採用の支援の会社で、その会社は何をするかっていうと、例えばじゃあ求人広告をこういうのをこういう媒体に出しましょうみたいな話をしたり、こういう採用サイト作って採用サイトにこういうコンテンツを置きましょう、例えば従業員のインタビューを置きましょうみたいなことをやったり、従業員の声がよく分かるように会社紹介の動画、インタビュー動画を作りましょうみたいなことをやったりしてるんですよ。
でそうなった時にじゃあ動画作りましょうって話が起きたら、その会社どうするのかっていうと、動画作れないので映像制作会社に外注するんですよね。でそこの外注をうちでやりましょうよみたいな風にする、採用の会社が採用支援するクライアントの仕事を受注して、でホームページ刷新とともに動画作りましょうみたいな話があって、それを依頼を僕が受けるみたいなパターン、なんとなくイメージできました。こういうパターンって何がいいかって、さっきの制作会社との外注と違って、割と自分のネームがある仕事になるんですよ。要は採用としては、その採用シーンをしましたっていうのが実績なので、この動画に関してはマキオさんが作りましたっていう見せ方をしてくれるんですよ。してくれるというか、そういう風にやっぱなってくるんですよね。そういう形が多くて、なので自分が企画して、で自分がじゃあその採用解決するためだったらこういう動画がいいですねっていう話もして、それで企画を練って作って僕が作りましたって出せるので、結構やりがいはすごくある仕事だなという風に僕は思ってます。まあ、今その採用の話をしましたが、他にも例えばウェブ制作会社とかですね、ウェブ制作会社でホームページ作ってます、ホームページのトップに動画載せましょうみたいな時に、ホームページの制作会社は動画作れないから、その時にご依頼くださいみたいな関係性を築いておくとか、みたいなパターンですね。結構この2つが僕は多いです。ウェブ制作会社、採用会社、まあ、たださっきの制作会社とかに比べると、やっぱ案件数の確保、クライアント数の確保はちょっとやっぱり難しいというか、少なくはなるかなと思います。なぜなら動画を作るために仕事を取ってきている会社ではないからですね。動画を作るっていうのがその会社のなんかプレミアムプランみたいな位置づけにやっぱなるんですよ。例えばホームページを作りましょう、で松竹梅で予算組んで、一番安いんだったらまあペラ1枚のページで、2番目のプランだったら階層構造があって社員のインタビューとかの記事も入れましょう、で一番高いプランだったら動画も載せましょうみたいな風になっていて、で一番上のプラン受注されたしていただいたら一緒にやりましょうみたいな話になるとかっていうような パターンになるので、案件の数は多くはなりづらいっていうのは一つあると思いますね。でこの異業種で映像が必要なクライアントを持っている会社とつながる方法、営業方法なんですけど、まあ一番強いのはやっぱビジネスマッチングかなと僕は思います。であんまり需要が表層化してないことが多いんですよ。要はうちのクライアントに映像も作れるっていう訴求をしたら、うちの会社としてメリットがあるなで話してくれ、その人がその会社が気づくみたいなパターンって結構あるんですよね。映像作れる人探してましたっていうよりかは、あ、映像作れる人と一緒に仕事やったら面白いかもみたいな感じが多いので、結構ビジネスマッチングでこう利害関係があるかどうかではなく、つながるみたいなこと、要はなんか異業種交流会とか行ってなんか話をして、あ、この人面白そうだなみたいな感じで知ってもらうとか、そういうのが僕は大きいかなと思います。あと僕個人的には結構過去の仕事のつながりとか、新卒の同期がそういう会社をやってて一緒にやろうぜみたいな話になったりとかっていうパターンが多くありますね。で僕おすすめしてるのが、交流会っていわゆる映像関係の交流会とかより異業種の交流会に行った方がいいって僕は思ってるんですよね。なんかこう同業とつながるっていうのもすごく安心感あるしいいことなんですけど、仕事、新しい仕事を取っていくとかだったら、まあ異業種の人で、あ、映像作れる人って面白いかもみたいな風に思ってもらう方がいいと僕は思ってます。で、パターン3つ目なんですけど、俗に言う直クライアントと呼ばれるものがあります。自分が直接映像を作りたいクライアントとつながって、もう全部まるっと自分が頭から最後まで受けるっていうパターンですね。要はさっきの制作会社とか採用の会社とかを挟まずに、会社のプロモーションをしたいですっていう企業さんが僕に依頼をしてくれるっていうような状態、そういうのを直クライアントって、まあクリエイターでは言ったりとかしますね。直でつながっているっていう状態の仕事っていうのもまあまああります。正直業務量は一番多いので、そのクライアントとのやり取り、まあもちろん発注受注関連、予算の策定、案件の方向性を定めて、企画定めて、コンテ書いてって全部やる、で納品して請求して、でそこから何か問題がないかまでやるって全部自分がやるので、やることは大変なんですけど、まあ、やりがいはやっぱりその分一番あるっていうのがこの仕事かなと思います。自分がこの企業さんの役に立てたっていうところに行ける、ブランディングで手伝いましたよっていうところまで行けるので、すごくやりがいはある仕事、働き方パターンになります。ただまあこの直クライアントって、まあ悩ましい点も多いなと思っていて、まず一つが、要は制作会社に頼めなくて個人に頼むみたいなパターンが多いので、
こう予算的にあんまりつかないっていうのは割と多かったりはしますね。なんかそれだけ大変なコースをやってるのに制作会社から受ける仕事とあんまり予算感変わんないなとか、むしろ少ないなみたいなパターンもまあまあなきにしもあらずではありますね。うん、わかんないです。もっとなんか僕なんかよりもっと営業力強い人とかあのブランディングされてる人とかだったらこう大きい仕事バンバン取ってくるみたいなのもまああると思うんですけど、いわゆるこうパンピーな僕たちとかだと、まあ、そこでこう案件単価規模を上げまくるみたいなのはもしかしたらちょっと難しいかもしれない。あとはあの継続になるということがほとんどないので、要は映像を作りたいですって話が来て作ってありがとうございましたで、そことの関係は一旦終わる、その会社さんとの関係は一旦終わるので、ってなると数の担保っていうのもめちゃくちゃ難しくなります。やっぱりじゃあ終わって別の会社から受注して、別の会社から受注して、別の会社から受注してっていうのをこう繰り返すことになるので結構大変です。でそのさっきの制作会社とか採用の会社、ウェブ制作会社とかだったらその一社とやり取りしてる中でいろんな案件が生まれたりとかするので、その分だと案件数の確保っていうのも営業っていうのも一番大変になります。まあ、なのでこの仕事に関してはなんかめっちゃ稼ぐ、売上出すぜとか売上の大きな柱にするぜっていうよりかはこう自己表現というか、こう自分ってこういう作品を作れるんだよ、クライアントと寄り添ってこういうのが作れるんだよっていうのを見せる場として使うみたいなのがいいんじゃないかなと僕は思ってます。でこういう仕事ってどうやってじゃあ取るのかっていうと、僕基本なんかそれに関する営業って実はやったことなくて、基本紹介ですね。あのマキオっていう映像を作れるやつがいるからちょっとあの紹介してみるよみたいなので話振ってもらってやるみたいなことが多くって、なんか積極的に自分から取りに行ってるみたいなことは少ない。なのでまあいろいろつながりをね作っておくとかっていうのがいいのかなっていうふうに思います。そうだ、それで最後にまあ3パターンって言ったんですけど、まあ、もう1個あるなと思ったんでそれだけ付け加えさせていただきたいんですけど、あの同業種からの何て言うんでしょう、サポート依頼ですね。要は同業種でこの日ちょっと撮影どうしても入れなくてお願いできませんかとか、この日どうしても2カメでもう1人カメラマン欲しくて入ってもらえませんかとか、編集の手が負えないんでちょっとこれ編集1本手伝ってもらえませんかとか、あみたいなパターンも結構、うん、まあちょいちょいあります、まあ、なのでそこはね、まあ、信頼できる仲間を作っておくみたいなところかなと思いますね。というところでざっくり3つプラスアルファフリーランス映像クリエイターの営業先っていうのを紹介してみました。ちょっとなんかイメージというか解像度上がりましたか？なんか上がったなら、参考になったなら幸いです、こんな感じでね、映像に関するフリーランスに関する情報をいっぱい発信をしておりますので、今日の動画面白かったな、参考になったなっていう方はぜひチャンネル登録いいねしていただいて、動画もう一本いい動画あるので見ていってください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。